はい、今回もね、たまにしか当たらない、対クミンオリマー戦ですね。とりあえず、恐竜はですね、防御面が弱いという弱点があって、特にね、復旧士も積極的に狙われると辛いっていうところがあるので、できる限りこうチャンスができたら攻めていって、復旧士もガンガン狙っていくというのが大事です。今みたいな感じで結構軽いので崖橋でね、まあ、撃墜力が高い技を当てれば比較的撃墜をしやすい。ピクミンに関しては投げられてね、体についたものは技を振って解除するのと、あと紫ピクミンが、当たるとね飛ばし力が高くて、まあ、撃墜の時は危ないので注意すると。で、撃墜の時は青ピクミンでリーチの長い、掴みをしてくれるので、まあ、基本的にはね、紫と青を覚えて、それに注意するのが大事かなと思います。で、ピックをね、こうやって基礎値に弱いので、積極的に狙った方がいいです。で、試しにね、軽く使ってみたんですよ、ピックオリを。そしたらね、ピクミンを投げた後の操作とかが結構難しくて、まあ、ピクミンいないと何もできないキャラなんで、なんかそういうなんかピクミン管理をするようなスキルを与えなければ、結構その、難しいキャラなので、かなりこう連動がいるキャラで、あんまりその強い人はそんなにいないのかなって感じです。しっかりねガードとかを読んで掴みとか通して、とにかくその相手に考える余裕を与えない方が、まあ、戦いやすくなるかなとは思います。で、一応横回避とかも積極的に使わないとね、立ち回りがきついキャラなんで、横回りで回られてね、なんかやられるっていうのは一応警戒しておいた方がいいですね。今みたいな感じでメテオで基礎もやってくるので、崖の上は撃墜距離もしっかりやっていく必要があります。最後はね、その場回避読みでマベコン打ったらうまく刺さって撃墜と。ミラ変えてみせます。